そして昨日はお休みだったということで、私お酒を飲んでいたんですよね。大好きな日本酒とワインを飲んでおりまして。で、昨日はだいたい日本酒を3合くらいとワインを1杯しか飲んでいないんですけれども、いつもだったらそれぐらいの量だとそこまで酔っ払わないんですよね。でも昨日はなんだかこうコンディションが悪かったのか、それで結構酔っ払いまして、で、まあ、寝たんですけれども、今日朝起きたらすごく顔がむくんでいて、こう洗面所に行ってパッと顔を上げるとむくみの化身みたいなものが映っていて、今むくみの化身いた？びっくりしましたね。マッサージをしてちょっとマシになったかなと思っているんですけれども、むくみーちゃんちょっと可愛く言ってくださいました。あ、全然しないでください。いやー、むくみんとかむくみーちゃんとか、あの可愛く呼んでください。体調は万全なのでご安心ください。